さん、僕らの最近のおかずこと夏目みくちゃん怒られるぞ。僕らの最近のおかずこと夏目みくちゃんが自身のラジオ番組夏目みく東京ナビゲッチュにおいて、このクソ番組とほど遠いおしゃれで流れるようなオープニングトークを披露し、有吉さんにお誕生日プレゼントを渡したことを話していました、こんにちは、夏目みくです。今は天気いいですけど、この後雲行きが怪しいようですよ。そうそう、雲行きが怪しいといえば私と有吉さん、今週実は有吉さんのお誕生日だったんですよね、どうせあげなくてもわーわー言われるでしょ。そしたらもうお金で解決しちゃえと思って、今年もあるものあげちゃいました。さて何を差し上げたのかはまた怒り浸透ご覧くださいね。以下、しらじらしく有吉のオールナイトニッポンゴールド番宣けクソが、クソまんじゅうが夏目ちゃんからプレゼントもらってんじゃねえよ。ああ羨ましいな、羨ましいな。有吉さん、俺も美人で髪型がちょっとファンキーな女子アナからお誕生日コンドームもらいてよ。やめなさいよ、やめなさいよ。何を言って、何のことなの。妬んでますね。いや、お誕生日プレゼントまたもらって、あの去年ももうやめてくれと、もうお誕生日プレゼント渡すのは、はい、なのに夏目ちゃんニヤニヤしながらお誕生日プレゼント持ってきたんで、それはもうあの番組内でもちゃんと処理してますんで、あのこれはもう本当にぜひ怒り浸透ご覧ください。